ごめんなさい。今日だけは許してください。今帰ってきました。ただいま、ただいま、みんなただいま、おかえり、ありがとう。今日はなんか素敵な撮影をしてきて、髪の毛はボンボアです。いろんなヘアアレンジ、いろんなというかヘアアレンジしたので、ね、髪の毛がボンバーしてます。あ、いただいたおにぎりがぶっつぶれちゃう。よいしょ。そうだからちょっと新しい配信の仕方じゃない、こんなおでこ出してさ、サッチーが帽子かぶって配信してるなんて初めてじゃない。今日のご飯はいいんです。今日までさっちゃんダイエット頑張ったんです。だからよくさっちがするのはこの日までダイエット頑張って、あでもまあ別にあっちーな感じだった体重だったから、でもそれよりもさらにこうやって絞りたかったからちょっとだけ緩いダイエットしてたのね。あ、ちょっとお湯が沸いてるって、ちょっとだけでだからで頑張って、で今日一日だけめっちゃ食べたんですよ。一日だけめっちゃ食べて、でその後また戻すっていうのがサッチーの食事ですだから今日はこれを食べます。本当は蒙古タンメンが食べたかったんだけどなかったので新劇タンメン、でも美味しそう、これ太麺でと、さっきストレスでも溜まってるのって思ったものなんですけど全く溜まっていません。むしろ毎日ハッピーに過ごしてるんですけど、この旨辛チキン食べます。今日のカラカラコンビそう、全然毎日ハッピーです。でもどっちも辛いやつ、辛いのが食べたくなるんだよね毎日。柏の時欲しかったけど、柏力もね絞ってた。デザートは今日は甘い気分じゃなかったのでやめました。そう、でもお昼にドーナツ食べたから OK です。早く食べなきゃ12時になっちゃうから、それは嫌だから早く食べていい、早く食べろよって感じ。よいしょ、ちょっと前菜、これ一応前菜って感じですね。失礼します。そう、ポンデリング、うん、今日は普通のドーナツ。さっち来てくれてありがとう。そう、罪悪感のないの0時0時までは OK。 さっちゃん、さっちゃんいいよ。みんなお盆休み真っ青な顔ですかね。わ、おいしそう。最近寝る前に4時間空けたんで、じゃあ4時間起きときゃいいか。4時、深夜の4時、それはちょっと無理ですあら、お仕事なの？お疲れ様。前髪どうなったの？見せれないですね、ちょっとボサボサすぎて。いただきます。見せれません。リフトさんにメイク上手になったねって言われました。嬉しい。そう、嬉しかった。そう思いますか？皆さんもどうですか？ちょっと誰？思いませんってコメント、うんって言ってよい
綺麗です。ありがとう。優しい、みんな、みんなの優しい。単に書いただけ最高。みんなありがとう、大好き。そんないい言葉ばっかり書かれて。そう、晩ご飯です。結局、今日どうなんだろう。いっぱい食べたかな。いっぱい食べてた。これお母さんのお風呂です。そう、最近してしすぎて困ってます。いいですね、どんどん困ってください。うまいよ、これおすすめです。これひーちゃんもおすすめって言ってた。美味しい、ローソン。うん、今日何時に寝るかわかりません。食べます。そう、トータルしたらあんま食べてないって信じてる。朝もおにぎり1個と野菜スティック3本で、で中休みぐらいにおにぎり半分食べて、でお昼ご飯もは普通に、でも結構ちっちゃいお弁当だ。ちょうどいいお弁当食べて、あのなんか差し入れのドーナツと差し入れなんかかき氷のなんかアイスみたいな食べて、それぐらいかな。うん、これは大丈夫なんです。でこれ食べます。今日最高。うーん、最高だよ。開けまーす。あ、でも大きさはもう5段面ぐらいですね。手のひら、さっきの手のひらです、ね、オイライス、うわ最高じゃないですか。でもご飯は買ってません。開けましょう。これを先に取ります。あ、野菜がたっぷり入った。あ、もうこれサラダですね。野菜がたっぷり入ってるんでサラダですね。ありがとうございます。え、箸開きました。よかった。びっくりしたいな、猫くんの。ゴミはゴミ箱に。そう、サチ辛いの大好き。そう、辛いサラダって感じですね。で、タンパク質も取ってるので、まあダイエットって感じですね。じゃあ作り方ちゃんと見て、みんな5分ですね。入れます、お湯を。熱いから気をつけるんだよ。おーとこ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 れなんか、あ、やばいやばい、入れすぎ、注意。5分後だから、まあ40分でいいや。さっちはちょっと固めますけど、5分待ってね。かわいいからゼロカロリー、ありがとう、みんなのおかげでゼロカロリー。うん、最高ですね、これ。結構蒙古タンメンと同じ匂いがしますね。今日まつげいい感じって褒められました。だいたいやっぱちょっとテクについてたら肌からする。こういう時に限ってうまくいかないんですけど、今日はうまくいきました。ありがとう神様。美味しいですね、幸せ。そのまま寝ちゃいたい。今 DJ した。さっ
ち来てくれる。いや、まつげはね、最近ね、松葉に行ったんですよ。初めて、人生で初めて。だからいいのかもしれない。画面が曇ってきた。なんでだろう。隠れます。マジで美味しい。12月待ってます。お話し会感じが違うよ、帽子。そんなこといいんです、伝わればいいんです。あと1分。そうです、あとちょっと。お誕生日です、皆さん。はい、40分になりました。あちちちちちあちちちあち、うまー。しらし担々麺を食べていません。ん、あ、何が映ってるんだ。白手を気をつけ、優しい、ありがとう。せーの、すべての食べ物、あ、間違えた、すべての食材に感謝していただきます。こんな感じです。見えないね、見せたらそっち。あら、どっこいしょ、どっかん、わー、ガラガラガラ。最高、うん、最高の家ですね。どうしよう、あ、どうしよう、嬉しい。本当はプラップも食べたかったんだけど、ちょっとないから食べれない。ベジエンジがいる。いつもは言ってないやつ来た。ちょっとバレた。でもバレたけど、まあ、いつも言ってない本なんよ。でも聞いて、高校2の時、一番仲いい子と毎日お弁当一緒食べてたんですけど、その子と毎日あのいただきますを毎日違う言い方で言ってて、それの一つです。すべての食材に感謝していただきますって二人で言ってた。そう、まあ確かにいつも最近は言ってないですね。いただきますだけ。そう、おっちえさんも仲良しだった。今も仲良し。もう激辛ラーメン、みんなも一緒にカップラーメン食べようよ。最高。皆さん、この深夜にラーメン食べるアイスは、ちょっと待ってね。この深夜にカップラーメン食べる配信はもう今後多分ほぼないです。おめでとう、みんな。今ここに来てるみんなへ。マジでレアだと思う。今後多分マジで本当にないと思う。だって食べないの。特別。さっ
サチ実は、え、実はじゃないよ、食いしん坊だよそうだ、ステーキカレーいいね。ステーキちょっと熱くて持てない。ちょっと持てない。そう、深夜っていいよね。深夜にラーメン。でもね、1年前に1回ね、深夜にね、深夜にね、食べたんだよね。ラーメンつつ。あ、そうだよ。さっちの生誕会が始まってます。皆さんでいい。よろしく。第一、ちょっとすいません。ちょっと見たい多分みんなはこうするとこが、まあ、見たいと思うんですけど、ちょっとすいません、フレームアウトさせていただきます。これは結構辛いですね。牛乳が入りました。あ、美味しい。あ、辛っ。え、なんだろう。でもやばいやばい、蒙古タンメン、蒙古タンメンに似てる。美味しい美味しい美味しい。あ、美味しい美味しい美味しい。幸せ、美味しい。この幸せを噛みすぎて、噛みしめて今後も生きようと思います。こんな感じです。辛い辛い辛い、これやばい。どこで買いますか。これローソンで買いました今日。辛い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 。でもこれも辛い、これも辛い。どうしようどうしようどうしよう。全部辛い全部辛い。辛い辛い辛い。ふう。辛いですね結構。飲んでるのは水です。水は良くないって、そうだよ知ってる、そっちも。あ、あれ。ちょっとあれ、なんかいる、入れようか迷った。でもせっかく買ったってことは入れた方がいい。飲み込むために辛いんだけど、え、どうしよう。みんなどう思う、いるかな。でも辛くしたら痩せそうだよね。プラマイゼロになりそうじゃない、カップラーメン。ちょっとかけさせていただきます。すみません。え、でもさ、せっかく買ったなら入れたよ。だって蒙古タンメンと同じ感じでしょ。じゃあ全部入れよう。あ、そう、明星です。入れちゃった。まあ、人生って経験が大事なんで。あ、味噌っぽい辛い匂いがする。なるほど、これ入れたら味噌系ですね。明日が不安、優しい。明日は大丈夫です。明後日はちょっと危ないんですけど。あ、え、もう飛びましたよね。やめてください、許可なしで飛ぶの。セーフ。あ、お腹はね強い。お腹は強いけど辛さに強いかは分からない。お腹は全然強いです。全然痛くなんない。お腹とか。まだ可愛い。恥ずかしい。そう言われると恥ずかしい。ちょっとこうやって食べてるのいつもこう飛び散らないように周りを追いながら。で、すくったら、すみません失礼します。それ今と。あ、めっちゃ味噌の辛い匂いする。やばい、めっちゃ熱い。
でも辛くはない。え、全然辛さ増してはない。ちゃんと旨味が増しました。増し増したから熱いのは苦手。あ、でも割と全然いけます。おいしい。おいしそうでしょ。はい、今一緒にカップラーメン食べてる人いる？ちょっと帽子取ってとか今日。あ、やばいやばい、もう飛ばないでよ。飛ぶときは言ってたよね。ちょっと辛いな。わかる、辛いのって冷ました方がおいしいよね。わかる、それ。あげません、独り占めしますアイドルあーてる、せーの、あー、やべ、ロールケーキいいね。なんか今甘いもん食べた。あげません、辛いな。あっちから、マジで美味しい。どうしよう、今日いっぱい食べれそう。でもまあ食料がないので食べないんですけど、辛い。やばい、辛い。幸せです。でもやばい、話出てきた。いっぱいお食べありがとう。そう、甘辛ですよ。美味しい。お肉屋さん。以上、暑いですね。え、みんなと話しよう。美味しいお肉。うわ、ピリピリしてる。ごめんね、今日下からアングルで。今日スクショ NG、 スクショ NG もうかけちゃう。今日スクショ NG です、すみません。キャップ珍しそう。今日は髪の毛がボサボサなんですね。今日の面白かった話、面白かった話は何だろうね。毎日面白いですそう、
そうとそこらダメですよ、スクショしたら約束破ったな、そっちとの。赤いの見たら背伸びするって何だろうと思ったらさ、それさ、イモースでしょ。イモースでしょ。違ったらどうしよう。さっちゃん適当か、くせやる。嬉しい。いっぱい喋っちゃう。じゃあみんな優しいからね。 R1 期の昨日飲みました。昨日はまた美容系 YouTuber みたいな食事をしたんです。野菜スティック、もうウサギになった気分でした。野菜スティックを味噌を こんぐらいしかつけないで食べてポリポリで、あとブドウと R1、 昨日はの夜ご飯、今日は何があったんでしょうっていう感じの夜ご飯なんですけど、一応野菜だしね。やばい、幸せ。でもあんまお腹かかんない。あんま食べてないからまだ。そう、でも明日からは絶対に頑張ります。そうだよ、昨日昼、朝と昼は普通に食べたけど、コロ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 、汗かかないの？汗かくよ。野菜スティック美味しいんだよね。みんなもおすすめです。いろんなコンビニあるからおすすめです。でもね、野菜スティックってさ、そういうダイエッターみたいな感じでさ、めちゃくちゃいいじゃん。でもあのタレを思う存分使って食べたら、あの普通に太ります。マヨネーズとかが多いから、野菜スティックのタレは。そう、全部なくなるぐらいまで食べてたら、野菜スティックのタレ普通に太ります。脂質もめっちゃ多かったです。でも本当にあの野菜の素材の味だけで楽しんでたら痩せると思いますよ。知りませんけど。そう、大根美味しかったかな。キャベツも美味しい。まあね、タレが美味しいのはね、わかるよ。サチもそれよ、そんな。R1、夜ご飯。どういうこと？韻踏んでるの？韻踏んでる？本当に？むしろつけるタレだけ。そんな人いるの？野菜はどうするのじゃあ。あ、おやすみみんな。もう夜ですね。おやすみ。くぅ。配信見ながら、あれ当たった！おめでとうございます。そのもう一本をサチにください。ということで。あれ、誕生日をさせていただきます。いきます。13位ブルーさん、12位片道さん、11位ピアニッシマさん、10位ケンジさん、9位リョッチさん、8位鳥取太郎さん、7位ホタルイカゆでみさん、6位トンさん、5位キヨさん、4位クマネパパさん、3位台湾のコウさん、ありがとう。そして2位はミーヤさん、ありがとう。そして1位はノーブさん、ありがとうです。ありがとうございます。今日も皆さん配信を見に来てください。ありがとうございます。私もちょっとね、帽子配信で急に配信だったんですけど、あと今日は下からアングルだから、スクショ撮って X にあげちゃダメ。お約束、サッチーとのお約束。分かった人
分かった人。あ、いいえって言ってる人がいる。あ、偉いね、はいって言ってる人。そう、ダメだよ。でも、あ、今日もさっき言葉だけだったらオッチェです。そう、ということで皆さん、めちゃ配信を見に来てくださってありがとうございました。カップ麺紹介でした。さっちはカップ麺今から堪能します。ほら、めっちゃ節目になっちゃう。涙遣いさせて最後に。じゃあ、ほら、今日こんなにお耳がパッチリしてるんです。まつげも上がってて。そうだ、でも節目になっちゃうんだ。よし、明日からダイエット頑張ります。ということで、みんなおやすみ。明日も頑張ろうね。バイバイ。おやすみ。